はい、どうも、しょうです、今日はですね、いつもは職場でね、お昼ご飯を食べた後にウォーキングをしてるんですよ。で、まあ、ストレス耐性をつけようと思ってウォーキングをし始めたんですけども、気づけばもう3ヶ月経つんですね。3ヶ月は1日大体30分から40分、週5のペースで、毎日ウォーキングをし始めて3ヶ月が経ちましたというところでは、いろんな効果が出たので、それを皆様とシェアできればなと思って動画を回しております。というのも、まあ、2年前くらいから結構筋トレ動画、まあ、筋トレの YouTube チャンネル、デブが筋トレしてみたりという形でやってたんですけれども、扁桃腺持ちなんですよ、僕。扁桃腺持ちなので、無理すると扁桃腺が腫れちゃってね、熱が出てしまって、なかなか筋トレが続かなくなっちゃうと。で、その間、まあ、自宅売却とか、引っ越しとかですね、いろいろあってから、なかなかこう筋トレができない時期が続いたりして、また去年の5月から一生懸命筋トレし始めてはいるんですけれども、まあ、そういった形で、こう、出頭がどんどん流れていった後にですね、去年の12月頃、結構僕の中ではストレスが、かなりこう、降りかかるような出来事が ありました。なので、このままじゃいかんと、かなりストレスになっちゃうなと思って、まあ、ストレスのね、本、なんかストレス対策の本ですね、まあ、概要欄に貼っておきますけれども、その本からですね、ストレスの本を読んで、まあ、グリーンエクササイズっていう、その公園とかその緑の中を、まあ、1週間で、まあ、50分だけな、60分から50分を目処にこうウォーキングをすると、ストレス発散にもなるし、ストレス耐性がつきますよといったところで、じゃあこんなんだったら僕にもできそうじゃないかと思って続きました。で、1ヶ月か2ヶ月くらい続けた、なんだろう、動画も、効果の動画を出してるんですけども、いよいよ3ヶ月目突入しましたので、まあ、ウォーキング、まあ、グリーンエクササイズっていうストレス耐性の方法ですね、3ヶ月続けた結果、どういった効果があるのかといったところをちょっとシェアしたいと思います。大きく3つですね、3つ効果がありますので、ぜひ最後までご覧ください。こんな形でですね、このチャンネルでは、脳科学のこととか心理学のこととか、あとは、おすすめの本の中からですね、皆様にこう分かりやすく伝えて、効率的に、あと楽に生きれるような、情報として発信しておりますので、ぜひチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。はい。といったところで、まあ、こういった形でやってるんですけれども、まず、一つ目の効果ですね。一つ目の効果は、もちろんストレス耐性はつきました。これは僕の感覚値なんですけれども、なんかこう、ストレスにさ、なんだろう、こう、ストレスがぐぐぐっと上がっていく、いってもうダメだっていうになるぐらいのそのリミッターが、結構そのリミッター自体が増えていったのかなと、許容範囲が広くなったみたいな感じですね。何かあったとしても、そのぐらいのストレスが耐えられるとか、特に気にしなくなったりとかですね、起こる頻度が少なくなったりとか、イラッとする頻度が少なくなったりとかします。でこれって多分、まあ、グリーンエクササイズの効果もあるし、あとはそのなんだろう、実際にこう歩いてるっていう、こう毎日それを継続することができてるよっていう、多分自己効力感というか、そういったところでも、まあ、自己洗脳じゃないですけども、そういった効果も必ずあるんじゃないかなと思っております。ちなみに一緒にね、グリーンエクササイズやっている僕の、施設、仕事場の、課長も一緒にやってるんですけども、課長もなかなかこう、ストレス耐性がついたっておっしゃってましたね。起こる頻度が少なくなったとか言ってるので、まあ、少なからずともそのストレスに対する耐性っていうのは確実についてるんじゃないかなといったところがまず一つ。で、二つ目がですね、これ筋トレしてる時からなんです。もうそうなんですけども、やっぱりこう、グリーンエクササイズしてから、これも効果的なのかなと思ったのが、二つ目が、肩こりとかがしなくなったと。腰の痛みとか腰痛とか、肩こりがまずしなくなりました。これはね、まあ、厳密に言えば、ウォーキングの効果ではないのかなと思います。筋トレしてた時から、やっぱ筋トレをすると、体を動かすのでね、肩こりが、なくなったり、腰痛がなくなったりしました。それがね、結構すこぶる調子が良くなりますし、なぜかと言いますと、多分ね、血液が普通に良くなると思うんですよ。やっぱ体を動かせないっていうのは、血の巡りがどんどん悪くなっていきますし、脳の細胞もね、どんどん衰えていきますし、体もどんどん衰えていくと。だから新しい空気を入れてあげることによって、やっぱりこう血の巡りが良くなって、肩にこう、ね、血が溜まらなかったりとかするんじゃないかな、みたいな憶測で、しておりますが、体は本当すこぶる調子いいですね。どこ痛いとか、どこが辛いとか、そういったことは全くなくなりました。で、最後ですね、3つ目のポイントなんですけれども、3つ目のポイントが多分これ一番大きくですね、僕、扁桃腺持ってるって言ったじゃないですか。なので、大体ね、月に1回、もしくは2回ぐらいはもう扁桃腺が腫れちゃって、すぐに病院行ってから点滴打ったりとか、薬もらったりしてたんですけれども、なんとですね、12月27日ぐらいからウォーキング、グリーンエクササイズをし始めて、1月、2月、3月、今日までですね、なんと、扁桃腺になってないんですよ。なってないし、風邪もひいてないと。まあ、これはね、大きな効果だと思います。で、まあ、
季節の人事交換の時期なので、まあ、上司の方に呼ばれて、まあ、この6ヶ月間どうだった翔くんって言われたんですけれども、体調悪くなってないよねってね、やっぱ一つ大きなポイントでしたね。扁桃腺で休むことはまずなくなりました。それがね、僕の中で結構大きくて、今までは本当に何かあったらすぐに、熱とか痛だったら先に病院行って薬もらって、仕事行きますとか電話してたりとか、あとはもうダメでダウンになってから3日、3日とか4日休んじゃったりとかですね、そういったおかげで、もう有給も全然ないんですけれども、この3ヶ月ね、見事に病院に行ってないんです。病院にすら行ってない。まあ、その一つとしては、まあ、扁桃腺で今後6月か4月に取る手術の予定が入ってるんですけれども、まあ、その先生、ドクターからですね、桔梗湯っていう、なんだろう、漢方薬かな、漢方薬をかなり効果飲んでみてって言ったところではちょっと喉が痛くなったら桔梗湯飲んでるのもありますし、それももちろん効果的にあるんですけれども、それも含めてですね、全然病院に行かなくなったっていうのが非常に大きいです。だから、まあ、ウォーキングをすることによってやっぱりこう免疫がつくんでしょうね。あとは緑に触れ合うことによって人間本来のその元気とかそういったものが取り戻せるのかなっていったところになります。だから下手にそのなんだろう、こう暴飲暴食とかしてストレス発散したり、まあ、ゲームとか何か依存して発散するよりかはウォーキングをすることによって、体を慣らしてあげて血流を良くしてあげて、免疫をつけてあげて、することによってどんどんストレスも強くなっていくし、より健康体になっていくといったところが、この3ヶ月間でね、それなりには証明されたのかなと思います。職場の人からでもですね、よくその3ヶ月間続くねと言われていることもありますし、だから何かをするんだったらやっぱ周りに、ね、伝えてからやりますって言った方がやっぱもう後に引けない状態に持っていくっていうのも一つの手だと思いますのでね、ぜひ皆さんもお昼の時とかですね、少し10分でもいいので、ちょっと外行ってきますって言って散歩させてくださいって言えば、脳っていう、まあ、職場もあるんでしょうけども、それがダメだったりしたら、まあ、帰り道にちょっと違うコースで歩いてみるとか、帰り道にこう公園をちょっと歩いてみるとか、朝一でもいいかもしれません。ちなみにこう朝一の方が意志力っていうのは強いので、何かこう新しいことをしたいなとか、新しいものをやりたいなとか、新しい取り組みをしたいなって言った時には朝が一番ベストですね。しっかりと睡眠をとって、朝になれば意志力っていうのは満タンになります。まあ、ウィルパワーって言われてるんですけども、意志力が満タンになるので、ね、何かをやろうとするには一番適してる時間です。だから、まあ、朝になったら、まあ、ジムに通うとかでも全然いいと思うんですけれども、それじゃ疲れちゃうなと思う方はですね、まあ、公園のちょっと朝ちょっと、まあ、10分とか15分ぐらい早く起きて、まあ、早めに出勤してからですね、まあ、会社の周りをこう散歩するでもいいですし、まあ、会社の周りだったら緑がなかったらあれなんで、まあ、緑がなくてもそれなりに効果があると思うんですけれども、まあ、できればグリーンエクササイズといった形で公園の中をですね、10分ぐらい歩いてみるとか5分ぐらい歩いてみるといった形でやってみるとやっぱストレス再生がつくんじゃないかなと思います。アディカの果てには、免疫がついてこう風邪をひきにくくなる。これはね、僕の中で非常に大きな効果なので、ぜひぜひお試しくださいといったところで、今日の動画はこれで終了させていただきます。このチャンネル、今日のお話がためになった方はチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。またツイッターの方もやっておりますので、ツイッターのフォローの方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。カメラおすすめです。